福井で働く女性の多くは仕事に家事に子育てにと大忙しですよね。そこで今回は男性の積極的な家事への参加を促そうと開催されたイベントの様子をご紹介します。福井県は共働き世帯の割合が全国第1位、女性の社会参加が進んでいます。一方、働く女性のゆとり時間は全国平均を下回っているため、女性の家事への負担を減らすことが重要です。そこで県では家族が協力して家事を行う風土作りを推進しようと、夫婦や親子で家事を体験できる家事チャレンジイベントを初めて開催しました。幸せ料理研究家こうちゃんこと相田浩二さんのトークショーには男女合わせて100人が参加。簡単に作ることができる美味しい料理のレシピが女性だけでなく男性にも好評でした。今回は福井県の食材を使った新しい料理も紹介。男性もメモを取りながら興味深く聞いていました。またトークショーに引き続き男の丼塾を開催。牛肉とニンニクの芽を甘辛く炒めた丼作りに男性25人が参加しました。慣れない手つきで悪戦苦闘する方もいましたが、最後には出来上がった丼を美味しいと言いながら家族みんなで試食していました。一回やってみるとすごいイメージが変わるということが結構多いので、ぜひ皆さんにもですね、家事チャレンジに挑戦していただきたいなというふうに思いますね。また今年度から家事の基本についてのクイズ、家事チャレンジ検定を筆記と実技の2パターンで開催。この日は第1回目の実技試験を実施しました。日頃の家事の腕前を試してみようと男性17人がチャレンジ。段取り、見栄え、そして味を審査した結果、見事全員が合格しました。料理を作るだけじゃなく、やっぱりその手を洗うこととか後片付けとか、そういったことに関してもきちっとしなければいけないということを学びました。普段からいろいろしているんですけど、家の仕事は主体的にやってくれてるんですけど、もっともっとそういう姿見せてくれると子供にもいい影響があるかなと思います。県では男性の家事への参加をさらに促そうと、今年度2回目の家事チャレンジ検定を県のホームページ上で開催しています。成績優秀者の中から抽選で50名に素敵な家事グッズをプレゼント。お父さんの積極的な挑戦をお待ちしています。このほか男性のための家事講座も開催。次回は10月7日日曜日のおうちで本格派、男の中華料理。事前の申し込みが必要ですので、こちらの宛先までお電話ください。忙しいから家事ができないなどとお考えの男性の皆さん、ぜひ一度家事にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。家族が協力して家事を行うことで夫婦の絆が深まったり、親子の会話が広がって家庭円満につながりますよ。